皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストに流山市議の、歌桜子さんに来ていただいております。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、桜子さんにはすでにですね、私どもの ISF に一度出ていただいてね、コロナワクチンの問題とか、今市議としてどのようなね活動をしていただいているかというお話をですね、していただきました。そして先ほど収録がですね終わったばかりなんですが、このエルサルバドル内戦を生きてというね、エスコバル・ルリコさんっていう、実はこの桜子さんのお母様が書かれた本を題材にね、お母様が主体になった動画もね撮らせていただいたということで、それに関連したお話、あるいはですね、現在起きているウクライナやパレスチナの問題についてもですね少しお伺いしたいと思います。で、少しですね、桜子さんのご紹介で、今お見せしているのが私どもの ISF 独立言論フォーラムのホームページですが、このホームページの中にですね、ここら辺は政治家関係のですね、部屋ですが、女性としてですね、歌は桜子の窓っていう形で少し柔らかく、桜子さんですから、ピンク色のね、あれで作らせていただいてたのが、この歌桜子の窓ということで、ご紹介を少しですね。1980年生まれ、日本とエルサルバドル、マヤ文明があった地域にルーツを持つと、スペイン語、日本語通訳、翻訳者ということで、エルサルバドル国立大学、薬科学部卒業、元千葉大学大学院免疫細胞医学研究職員、漢方化粧品会社を社長もやられてて、現在流山市議の議員であるということで、私の方に出ていただいたのがこのね新型コロナワクチン問題を問うということで上下で出ておりますし、歌桜子さんが初めての YouTube とかですね、今年の4月ですかね、選挙に出られた時のね、映像なども載せていますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それで先ほどご紹介させていただいた、エルサルバドル内戦を生きてというね、カデンシャから出ておりますので、これカデンシャのホームページですけれども、エルサルバドルの紛争内戦についてね少し最初にお聞きしたいと思います。はい、そうですね、私はまあ小さい頃から、エルサルバドルで生まれて、でその後、4歳までだったんですけど、その間がもうこの内乱が始まった時で、1980年なんですけれども、その本でもね紹介されているロメロ大司教という方が3月に、その1980年3月に暗殺されて、でそこから国民が怒って、内乱が始まってしまった。で、その大司教はずっと、やはりその、内乱っていうものがですね、どうやって生まれるかっていうと、例えばアメリカとエルサルバドルの政府が、結託をしてという感じで、例えば武器を、送るわけですね。で、もともと、国民とかは、貧富の差が本当に激しくて、文字も、もう学校に行かせる余裕もない人たちがたくさんいて、もう子供たちの識字率が 40% もないというような、人々の識字率がもう 40% っていうね、識字率がない人がいるということで、かなりね、低い状況なんですけれども、だから生まれながらにして、もう決まってしまっていると。もうどこの家庭に生まれたかによって、これから歩む道っていうのがもうほぼ決まっちゃっているような、這い上がれないというようなね、状況で、やはり国民も、だんだん怒りをですね、が増えてきてしまいまして、で、そうするとやっぱり、自分たちの暮らしを何とかしたいということで、立ち上がる人たちはもちろんいるんですけれども、そうするたびに、やっぱアメリカから武器が送られて、その人たちを鎮静、弾圧していくというような、そういうことを繰り返していくうちに、だんだんやっぱりその怒りというのがですね、どんどん強くなって
ってしまって、なかなかその大きな武器を持ってこないとっていうことで、まあ当時、エルサルバドルだけではなくて、ニカラグアとかいろんな地域で、やっぱり内乱っていうのがあったんですね。で、それが、それに反抗する人たちを、みんな共産主義っていう名前をつけて、まあ、すごい悪い共産主義のなんか反乱軍みたいな、なんかそういうイメージをつけてですね。赤とかテロとか。赤とかテロとか。レッテルをね。言うレッテルを貼るんですけど、まあ、その人たちはただ単に自分たちが、例えば学校に子供行かせたいとか、明日の食事が欲しいとか、もうそういうレベルなんだけど、それ全部赤って言われてしまって、でその人たちをこう弾圧して、なんかテロリスト集団みたいな感じで報道されていくと。なので、彼らはもう報道内容が、まあ、全部こうフェイクだっていうのがですね、もう分かってるわけですよ。で、まあ、そういうような状態でロメロ大司教がずっと、まあね、その前回の動画でもお話しされてましたけど、素晴らしい演説がね、されて、みんながそれについていくと。で、後ろにそういった軍とかもね、いて、こうやってこう、銃とかで構えてる人たちも歩いてるんですけど、それでもですね、もうミサには、人がもう後を絶たないというか、そんなに怖い状況、緊迫した状況だったら、もうミサなんかもうリモートでとかね、思っちゃいますけどね、そのラジオだけでいいみたいな。でもそんなことはなくて、もう多くの方々がですね、そのミサにぜひ聞きたいと。で、やっぱりその母も言ってましたけど、やっぱり聞くと震えるような、ものすごい訴える力のある、演説をされていましたので。そうですね。それ少しだけ紹介させていただきたいと思います。はい、この本からです。私は今日特に国軍の兵士の皆さんと国家警察の方々に呼びかけたいと。私の愛する兄弟たち、あなた方が毎日殺している人々はあなたたちの仲間、血を分けたあなたたちの兄弟姉妹です。兄弟姉妹を殺せという上官の命令に従う前に、神の掟を思い出しなさい。神は言われます。何時人を殺すなかれ、と。どんな兵士もこの神の掟に逆らうような命令に従う必要はありません。あなたの良心に背くような命令に誰も従ってはいけません。今は邪悪な命令に従う前に自分自身の良心の声に耳を傾ける時なのです。で、最後に弾圧をやめよ。で、さらにこれに関連して、殺すぞという脅しを私は何度も受けている。しかし、私を殺しても、私はエルサルバドルの民衆の中に蘇り、彼らと共にあるだろうと。まさにこの予言というか、遺言通りになっていると思いますよね。そうなんですよ。なので、ロメロ大司教はそのアメリカとかにも手紙を書いていて。あ、でしたね。そうですね。で、なんかその。武器送らないでください。武器送らないでくださいと。まあ本当に当たり前のことをね、書いてるだけなんですけども。カタ大統領。そうですね。これがもうテロリストっていう、それを手紙を書く、武器を送らないでくれて手紙もですね、もうテロリスト扱いですね。で、まあ結局彼は1980年の3月に殺され、ミサの最中に殺されてしまうんですけれども、まあその後、やはりもう治安がどんどん悪くなっていって、まあいろんなデモとかね、デモをする人たちとか、まあ結構バスを焼くっていうのが結構象徴的なんで、結構バスを焼いたりとかね、まあ、テロが始まって、もうだんだん収拾つかなくなってきて、もうお互いに、武器を、なんかそのゲリラ軍とかも、なんかやっぱり武装を始めて、いろんなとこから武器を持ってくると。で、それこそキューバだとか、それこそまあ共産圏の国から武器をもらって、たりとかね、その、当時ソ連とロシアですね。ウクライナに送られてる武器が世界中にね、そうですね、回って、一部今回後から触れていただくハマスの武器にも使われたところも言われてますね。つまりこの代理戦争というような形で、当時アメリカとソ連ですよね。なんかそのいろんな地域でお互いになんかその援助して武器を送って戦わせて、そこで内乱を起こすというね。でその後まあ。戦争は大変儲かる、ね、あれですから、戦争で儲けて、その後、本当に、まあ、いい顔をして、修復、その街の修復に来ましたよ、って言って、また、なんか、このアメリカがね、やってきて、その、自分で、まあ、ほぼ壊しておいて、後でこう助けに来るみたいな。なんか、そういうような、まあ、スキームみたいなのがね、あるんですよね。で、なんか、まあ、いろんな各地域で内乱ってあったと思うんですけど、私は、ちょっと話が、
ずれるんですけど、ちょっと一時期、日本に帰ってきた時に、タンザニアとルワンダの方に通訳に一回だけ行ったことがあるんです。まあ、それはスペイン語なんですけれども、行った時にですね、まあ、そのルワンダの虐殺というのはちょっと、そういう歴史家みたいなね、土族。あれも本当にね、象徴的だなと思ったのが、鼻の高さをそのベルギーの、ベルギーの国家がその上についた時に、その鼻の長さというのを、鼻の高さというのの違いをつけたわけです。つまり区別をつけて、カテゴリーしていったわけですね。で、鼻の高さが何センチ低い、3センチ低いとか3センチ以上とかいうのを、土族で分けて、じゃあこの、白人に似た方ですね。鼻が高くて背が高くて、スラッとしたタイプの黒人の方には、優遇する権利を与えて、カードまで発行してですね。で、鼻が低い人たちは、いろんなところで何もできないようなね、そういうような社会を作ったわけです。そうすると、分割統治ですね。そうですね。で、そうすると何が起こるかっていうと、ベルギーの人たちに対してみんながわーって怒ればいいのに、そうじゃなくて土族と仏族が、なんか差別したということで、その二つが大喧嘩始めて、ものすごい大虐殺が起きたということなんですね。で、それがもう本当に象徴的なスキームだなと思ってて、いろんな。ラジオがプロパガンダでね、ものすごく煽ったと言われてますよね。で、まあ、この前、福田村事件のね、あれにも通ずるものがありますけれども、はいはい、結局、なんかその政府とかそういった、機関が、まあ、分断をするように、なんか流すわけですね。で、それで、例えば日本だったら日本人と朝鮮人とか、そういう人たちが悪いっていうの。井戸に毒を流したとかいう、そうそうそう、流言をね、警察が流したりするんですよね。そうですね。なんでそういうことをして、逆に善意のある人たちが、何そんなことをしたのかと。じゃあやっつけようっていうね。善意のある人たち同士がやり合うと。こういうスキームを作っていくのが、もう世界中各国で、まあ内乱という形を作っていくやり方っていうことですよね。まあ、ですかね。分断を起こすためにそういうね、フェイクニュースを流して、うん、疑心暗鬼、不信感がね、相互不信が高まって、相手に対する恐れ、不安から、こう、過剰な攻撃をし合うようになるということなんですよね。なので、いろんなところで、まあ、そういうことが分かってしまうと、いろんなニュースの見方が本当に変わりますよね。そうですね。また同じ、なんか、シナリオでやってるんだなとか。私、911の時には、ちょうどアメリカのオハイオ州の、ちょうどの時に、はい、でやっぱり終わった時にはもうすぐにいろんなとこで、大学にちょっとカレッジみたいなのが通ってたんですけど、もういろんなところでですね、もう帰れ帰れみたいな、そのね、アフガニスタンの人とか、もう祖国帰れ、イスラム教徒に対してものすごい差別、が始まったりとか、なのでやっぱりそういうのを見て関係のない人たちがいがみ合い始めるわけですね。で、結局あの後も、まあ、アフガニスタンとかにね、爆撃とかが始まりまして、結局じゃあそれが、その出来事が起きて、誰がどう得したのかっていうふうに見ると、やっぱり見え方が全く違っていて。そうですね。僕らの ISF でもですね、実は 9.11 事件については、公開シンポジウムもやりましたし、当時、2008年に1月でしたか、参議院で防衛外交委員会で 9.11 事件のこう矛盾というか謎というかですね、そこを追及された藤田幸久先生にもですね、動画に出ていただいてですね、また改めて、その問題をですね掘り下げていただきましたけれども、2001年から22年経った現在もメディアの状況はですね、ほとんど変わっていない。本当にね、当時もですね、一部では言われてました。ユダヤ系の人たちが一人も来なかった、その日に。NHK のね、長谷川博さんがね、そういうことを報道して直後に、なぜか自殺をされたという報道があったということ。だからそのことはもう当時アメリカ人の方から聞いていたので、だからみんなやっぱ気づいてる人は
気づいていたんですよね、当時から。で、私、一番初めにやっぱりそのメディアに対する不信感っていうのが、うん、やっぱりびっくりしたのが、あの昔私が小さい時にその湾岸戦争がね、はい、あったんですけど、はい、その時にね、それから十数年後 NHK で、なんか結局あれがあの、ウがなんかそのフセインが撒いた石油によって鳥がなんかすごい、うん、あの石油まみれになった写真があるじゃないですか。はい、はい、あれでっち上げでしたね。あの写真がそうでっち上げだったっていうのを聞いて、うん、別の国のなんかその汚染の写真だったっていうのを聞いて、もうびっくりしたんですね。あとナイラの証言っていうね、そうナイラちゃんのね、クウェートのね、大使の娘が、うん、当時クウェートにもいなかったのに、うん、アメリカの議会で、うん、なんか保育器から赤ちゃんを取り出していっぱい殺されたみたいな証言をして、うんうん、あれでアメリカの世論が変わってですね、湾岸、ね、戦争にアメリカが、ねうん、加担するようになっていったということだったんですよね、うん、そうですね。で最終的には結局イラクは核を持っていなかった、そうなんです、ごめんねっていう感じで、破壊はなかった、いやいやいやっていうね、あるけど、うん、9.11 との関係もなかった、そうですね、なので、まあ、そういうのを見るとやっぱりその愕然としますよね、本当に、うん、あれだけ歴史的な内容、教科書に載るような内容が、全部世論を動かすために、戦争させるために、起こした出来事だったんだって。実は僕もですね、1985年から87年にかけて、ユーゴスラビア、ベグラード大学に政府交換留学生として、滞在して、その後にですね、内戦国家解体というふうに動いたんですが、あれもですね、まあ、当時から断片的な情報が出てましたけれども、今改めてですね、ユーゴスラビア紛争とは何であったのかといえばですね、やはり冷戦終結後にユーゴスラビアというような社会主義国で自由に出入りができて、西側の情報も自由にこう見ることが、読むことができるっていうような国があっては、非常に不都合だということで、やはりこう、解体をするっていうシナリオがあって、それに従って動いた結果、あのような悲劇につながったっていう、そういう可能性が高くなっているということで、スロベニアが、あれですね、オーストリアが肩入れし、クロアチアに対してはドイツが肩入れし、そしてボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボはアメリカが肩入れしてですね、動いていったと。で、その時にやっぱり動くのが情報とお金と武器なんですね。うん、海外からの介入で、メディアでセルビアというか、ユーゴスラビア連邦軍を一方的に悪に仕立てて、ミロシェヴィッチは、フセインと同様ヒトラーに支持されましたし、そして、お金と武器がですね、密かに、反セルビア、反連邦軍にですね、回されて内戦につながっていったと。で、一方的にですね、民族浄化という言葉が作り出されて、セルビア側の専売特許としてそんな非道なことをやってるという宣伝、プロパガンダがされたと。で、そのプロパガンダをやったのが民間軍事、広告会社ですよね。だからそういう構造はもうずっと一貫して続いていると思いますね、うん、そうですね。なのでもう結構メディアが報じることっていうことはやっぱり何かそのスポンサーがとありきの、ね、スポンサーがもうメディアをこう買収しちゃってるので、うん、スポンサーの悪口を言えないというような状況下での、ね、まあ、ニュースなので、それを考えて見ていかないと本当に踊らされてしまいますよね。戦争広告代理店というのがね、うん、ユーゴスラビア紛争の後に NHK の高木徹さんという方がその題目でも出されましたけれども、うん、もうその戦争広告代理店の暗躍というのがウクライナでですね、うん、あらゆる紛争戦争の背後にね、民間軍事会社とともに動いているということだと思います。特にやっぱりそこは目立ったのはウクライナの問題ですよね。うん、